皆さん、4DX を知ってるだろうか。 2D の上の 3D があって、その上の上 4D です。で、まあ、付けられた名前は 4DX なんですけど、これがね、なんとすごいと。まだそんな普及してなくて、全ての映画館で体験できるわけではないので、ちょっとね、限られてるということで、もうちょっと詳しく言うと、体感型 4D っていうのが4DX らしいです。で、細かくこの 4DX どんな機能があるかっていうと、動き、風、ミスト、香り、バブル、煙、エアー、フラッシュ、雨、雪、嵐、この11個の機能が体感できるという感じでございます。でもこれやっぱり高いから、安いのといいわってなっちゃうと思うんですよ。 3D だと結構あるんですけど、それでもやっぱ 2D でいいわって僕なっちゃうんで、 4DX とかそういうのね、体感したことないんですけど、やっぱ体感しちゃうので、今回やっていきたいと思います。はい、そして今回この 4DX を体感するために、このようなものを準備しました。まず動きですね。このドクターエア、これマッサージ機なんですけど、ハンズとか行くとめちゃくちゃ人気で、実際に体験できますよみたいなお店であるんですけど、もうみんな座ってて体験できないんですよね。もうそれぐらい人気のドクターエアです。そして風、はい、こちら有名ですね。この扇風機、パワフル送風って書いてありますね。これを使います。はい、ミスト、霧吹きをね、使っていきたいと思います。はい、そして香り、このアロマディフューザーを使いたいと思います。これ加湿器機能がついてるんですけど、はい、こちらグレープフルーツとかね、ティートリーの香りを乗せることができます。はい、そしてバブル、シャボン玉を使います。はい、そして煙、お線香を使います。はい、そしてエア、圧力なんですけど、このパワフル送風、こちら代用したいと思います。フラッシュ、これでいきたいと思います。そして雨も霧吹きで大丈夫かと思います。ただ嵐は、激しい水や風がまるで嵐の渦巻きの中にいるかのような圧倒的な力へとしまし書いてあるんですけど、まあこれはね、パワフルでいくんで大丈夫かと思います。それで最後、雪に関しては、これない上映感も結構多いみたいで、嵐と雪、雨もないところがあるのかな。特に雪と嵐はないところも、割と多いみたいなんで、今回はなしでいきたいと思います。これで俺も 4DX が楽しめるというわけだ。はい、ということで 4DX の準備が整いました。もうこのね、煙がね、上のね、あの火災報知器に反応しないかだけが心配。いきます、頼むよ、反応しないでくれ、火災報知器だけは勘弁してくれ。せーの、風オープン、さあ電動オープン、頑張れ来い、さあミスト、さあミスト、フラッシュ、フラッシュ、 4DX、 4DX、 あー、すごい、あー、これすごい、あー、フラッシュ、フラッシュ、フォーディエックスだ、フォーディエックスだ、フォーディエックスだ。